皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、今日の雑学のコーナーです。今日の雑学は、献血ってなんで呼び込みが許されてるのというお話です。あの、キャッチ行為って禁止ですよね歌舞伎町でも。はい。 キャッチ行為って禁止されてるところ多いですよね。なんで献血のキャッチャー許されてるんですかねえ、おかしいと思いませんかはい。今日はそのあたりを説明したいと思います。はい。献血。そもそも血液、取った血液。はい。有効期限があるんですね。はい。 血液って基本的に有効期限があるんで、常に常に取り続けなければいけないんですよ。はい。例えば、あのー、結晶献血ってあるじゃないですか。血全部抜くんじゃなくて、結晶部分だけを取るってやつあるじゃないですか。あれとかは、1年間持つんですよ。あれはだからまあ、そんなに大したことはないんですよ。それ以外のもの。例えば、 あの、血小板、あの、血固めるやつ、傷口守るやつ、あんなの4日間しか持たないんですよ。あと、全血、あの、輸血とかに使うやつですよ。あれは、3週間しか持たないんですよ。はい。だから3週間、献血センターが止まったらもう輸血ができなくなっちゃうんですよ。はい。そうなんですよ。 なので、まあ、呼び込み OK ということでキャッチ OK ということになっているわけですねキャキャ。キャッチはしてないか <laughs> 触ったりとかしてないですからね引っ張ったりとかしてないですからね、はいまあ、呼,び込み呼び込みが必要な理由はそういうわけなんですねなので皆さんねあのぜひ、あのー、献血に行きましょう献血は自分の健康のためでもあるんですよ。 新しい血液を作るんで、はい、ねここ,ここここ,こ骨盤にある何でしたっけあのありますよねあれがあれがねえ <laughs> う忘れちゃったあのあり骨髄骨髄骨髄で血液作られるわけですけどあれのあれが活発化してあと鉄分抜かれる余分な鉄分が抜かれるはい。 もう献血にはいいことだらけですから、はい。ぜひ皆さん献血に行きましょう。はい。ということで、今日の雑学でございました。今回の配信は以上となります。また別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。